こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは懺悔です。あ、もう3回目になりますね。はい、だいぶ学びました。心が大事、二度と繰り返さない。はい、そんな感じでいいですか。そうですね、はい、同じ過ちをこう二度も三度も繰り返しているのは全然その懺悔になっていないと、はい、非常に厳しいものでした。はい、はい、で仏教ではですね、自分のやったことをこう非常にこう恐ろしいことだったなと、申し訳ないことだったなということで、その口で言ってることや体でやることを多少ですね、こう改めることっていうのはもちろんできるかと思います。はい、まあ、口が滑ってしまったと言って、はい、あの失言をしてしまった、まあ、そういうことを今度から気をつけようとか、また体でもですね、この前遅刻してしまったとか提出遅れしてしまったとか、まあ、他にももっとその悪いことしてしまったとか、まあ、そういうことをこう心から反省して懺悔して、うん、改めようと、はい、まあ、こういうことも多少もちろんですね、改めていくことはできますし、またそのように努めていきたいとは思うんですが、はい、うん、仏教で一番問題にされるのはあの心でしたね。はい、心を最も重視されます。ですから仏教という教えは、あの以前にもやりましたが、あの法の鏡とも言われまして、はい、はい、私たちのその心を映して見せる鏡のような教えが仏教だと言われます。はい、で仏教を聞いていきますと、こうだん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 こう自分のこの心の姿と対面していくことになります。ですからこう口や体もそうなんですが、心でどう思っているかが一番大事です。うん、だん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 こう仏教を通して知らされてくる自分の心の姿というのは、非常にこう醜い姿だったりとか、まあ弱い心だったりとか、情けない心いっぱいなのが自分だなっていうことがこう分かってくるんですね。もうこの私も長いこと番組出させていただいておりますけれども、聞くたんびに、ああ私そうみたいな、ああ確かにっていうのを毎回思ってるぐらいの感じですね。はい、はい、そうですね、あのどうしても人間ではそういう弱い醜い心いっぱいなんですけれども、まあ、それを仏教の煩悩とも言われます。うんうんうん、人の欲そうですね、ですよね、欲望とか、はい、あとは怒りとか、はい、あと、まあ、恨み妬みの愚痴とか、まあ、こういう心ですね。はい、まあ、懺悔ということで言いますと、その口や体では確かにこう謝っていましても、心の中ではどうだろうかなと。また外面はですね、いろいろこう取り繕うことできますけれども、うん、まあ、心の中ではどんなことをこう思っているだろうか、うん、まあ、人には言えないことを思ってないだろうか、また怒りの心でですね、うん、ちょっとそのひどいことを心の中で思ったり、恨み妬みの心で自分よりもうまくいっている人を見るとこう妬ましい、引きずり下ろしてやりたい、まあ、こういう心ですね。うん、そういう醜いことを思ってるなと、恐ろしいなと、情けないなという心をこうなくすことが、本当にその恐ろしいなと思って懺悔してですね、じゃあなくせるかっていうことですね。うん、ああ、そうなんですよ、その通りなんですよ。何か出来事が起こって、自分がとんでもないことを考えちゃうときって、パッと頭に浮かんでくるときあるじゃないですか。はい、でその時に、私こういうことを思ってると最低な人間やなって自分で反省するんですよ。はい、自分のことは嫌になるというか、はい、ああなんで私こうやって思っちゃうんだろうって、こういうふうに思わない人になりたいなと思うんですけど、例えば同じシーンが再度あった場合、やっぱりその気持ちで出てきちゃって、ああまた出てきたみたいなので確認することはよくありますね。そうですね、はい、でそういう自分の弱さや醜さをこう克服してなくすようにせよと、まあ、こういうことを教える仏教、まあ、そういう面も仏教は確かにあります。うんうん、はい、でもちろんそういうことができればいいんですけれども、いいですけどね、いいんですけれども、あのじゃあ、いや本当に情けないなと、醜いなとこう思ってなくせるかというとですね、そこなんですよ。はい、まあ、実はあのそういう、まあ、煩悩、醜い心、罪や悪を作らずしては生きていけないのがまた人間だと、非常にその、まあ、仏教は業の深いのが人間であるということもこう教えられてまして、はあ、確かにその一時は非常にこう醜い恐ろしいことを思っているなとこう、うんうん、まあ、懺悔しましても、しばらくするとまた同じことをこう思っている、繰り返してしまう、まあ、業の深いのが人間であると、まあ、いうふうに仏教では教えられて、まあ、そういう私たちにこそ、まあ、本当のその幸せになれる道があるんだと、
まあ、いうことをまた教えられているのが仏教なんですね。深い。なんとなくですけど、はい、おっしゃってる意味が分かる気がします。例えば遅刻とかだったら、はい、ちょっと気をつけたら本当に治るかもしれないじゃないですか、はい、でもその私がさっき言ったこの人、例えば人がおめでとうって言いながら本当に喜べる人間になりたいって思ってるけど、でも心の底なんかそこいいなって思っちゃう部分あるじゃないですか、はい、で私にはどうせみたいな、はい、今までおめでとうって言わなかった人がおめでとうって言えるようになるのはまだ努力でできると思うんですけど、ちくしょうって思うのを出ないようにするって難しいじゃないですか、はい、そうですね、はい、あだからダメなんだって話聞きながら思ってたら、いやそれが人間なんだよっておっしゃってくれたじゃないですか、はい、あそうか、それが人間だ、だから生きていく上でどう思ってどう感じてどう考えていけばいいかっていうのをあの教えてくださってるんだなっていうことですよね。そうですね、合ってますか、はい、私の解釈、はい、まあ、仏教ではその、まあ、続けて聞いていかれますと、まあ、そういうその罪や悪を作らずしては、まあ、その煩悩を離れて生きることのできないのが、まあ、人間の本当の姿だなと、まあ、こう懺悔せずに折れない、まあ、こういう時がやってきます。でそういうもののための仏の教えだったのか仏教だったのかと、また喜ばずに折れない時がありまして、まあ、これはあの、まあ、仏教のそういう意味合いから言いますと、うん、まあ、こんな言葉で表現したいと思いますが、あの谷深ければあの山高しと、谷が深いっていうことは、まあ、山が 高いっていうことですね、うん、まあ、山が低ければ谷も浅くなりますように、うん、まあ、自分のその罪や悪、まあ、煩悩の深さがまた知らされれば知らされるほど、まあ、懺悔せずに折れないんですけれども、まあ、そういうもののためにこの仏の教えがあるのかと、山が高く喜ばずに折れなくなってくるんですね、まあ、決してその自分はその罪や悪や煩悩がそのなくなるとか、うんうん、誰かに許してもらってそのなくなってしまうという、まあ、そういうことではないんですけれども、うん、まあ、そういうもののための仏教の教えなのかと、喜ばずに折れない時があります。そういうところまで続けて聞いていただけたらなと思います、はい、今日はある意味とかいつもそうなんですけど、本当になんか腑に落ちたというか、あの心に染みたお話でした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。